皆さんこんにちは、青葉です。若き伊達政宗を支えた人物は多くいますが、叔父の留守正影もその一人です。今回は留守正影の生涯について紐解いていきます。ではよろしくお願いします。正影は1549年伊達晴宗の三男として誕生します。そして1567年、政宗が誕生した年に父の政略により宮城郡岩切城主留守氏17世留守明宗の養子となり、次期当主となります。ざっくり留守氏について紹介しますと、そう、藤原北家の血筋である伊沢家影としており、家影は北条時政に見出され源頼朝に仕えます。奥州合戦後の1190年、陸奥国留守職に任命され国府多賀城に入封し、家影の子以降も留守職を接収したため留守氏を称します。南北朝時代以降は岩切城を本拠とする北陣領主となり、時代の動乱に巻き込まれていきますが、この時代以降留守氏と隣国の国分氏は宮城郡の再建をめぐりしのぎを削る関係性となっていきます。後に留守氏は北の奥州短大大崎氏が介入してくると伊達氏に救援を求めたため、その代償か留守氏の当主は次々と伊達氏から養子を送り込まれることになります。16世の留守影宗は伊達氏13世伊達久宗の次男で先代の婿養子となり、伊達氏の内乱天文の乱が勃発すると甥である伊達晴宗に協力し国分氏と争います。影宗の子17世伊達明宗の頃、留守氏家中の抗争が問題となっており、その混乱に乗じて国分氏が留守領へ侵攻を図ったりしています。親族の村岡氏、隣の大国伊達氏、大崎氏、葛西氏などの関係も示唆されますが、この争いがどうなったのかは伝わっていません。そして1567年に明宗は隠居を余儀なくされ、18世として19歳の正影が後を継ぐことになるのです。そこには伊達晴宗の勢力圏拡大を目指す意図が垣間見えます。しかし正影は簡単に留守領に入部できる状況ではありませんでした。留守一族の余る飯を筆頭に、留守氏家臣団内部では正当な留守明宗の子や孫を守り立てていこうという意見が中心の間で強く、後に正影兄の伊達晴宗が弟正影の入試がうまく進むよう余目氏に協力を求める書状を出しています。また先の構想で晴宗から留守領を奪うことを認められ、戦っていたとされる村岡氏も反正影の動きを示します。やがて先の照宗書状を受けた余目氏の協力もあり、岩切城に入部を果たした正影は黒川春氏の娘と結婚した後、次々に反抗する一族や家臣を切り従えていきます。1569年暮れに
村岡城を攻め、翌年2月にはこれを陥落、村岡城を岐阜城と改め、正景はそこに本拠を移します。さらに比較的協力的であった天海氏も武力で没落させていき、留守氏家臣筆頭の佐藤氏居城狛犬城を攻め落とします。数年で反正景の勢力はほぼ一掃され、1573年頃には正景の支配権が確立されることになります。留守氏歴代当主の特徴として代々正釜神社の宮司を務めており、神官も留守氏家臣として扱われています。ちなみに正景も正釜神社の大宮司を務めています。1573年以降、正景はそれまでの行動の様子から一変して伊達軍の武将としての動きが目立つようになります。16世伊達輝宗の時代、最上義盛、義明伏の争い、天正最上の乱の時、正景も米沢に滞在し義盛方で参陣しており、たびたび起こる相馬氏との戦にも参陣、輝宗不在時の陣代を務め、前線の指揮を務めています。甥の政宗より鷹を貸してほしいと懇望される仲睦まじい書状も残っており、伊達胤宗春宗時代では留守氏と伊達氏は独立した地方豪族同士のいわば同盟関係のようなものでしたが、輝宗時代には春宗の天文の乱後の処置もあり、留守氏の地位低下が見られ、伊達氏の武将として活動する状況となっています。ちなみに留守氏は1590年豊臣秀吉の奥州仕置きで大名としての地位を奪われるとされていますが、実質的にはそのはるか以前に独立大名としての地位は失っていたと考えられます。17世政宗が伊達氏当主を継いだ後、1585年兄の輝宗拉致事件が勃発し、留守正景は伊達重実と共にその場にいたと記録されています。1586年二本松城攻撃の陣中に動員しており、その後の仙道方面の合戦にも参陣していたと考えられます。1588年北の大崎市では家臣団同士の争いが頻発しており、大崎市の執事であった岩出沢城主氏家氏が大崎氏打倒のため伊達氏に救いを求めます。政宗は直ちに出兵することを決め、留守正景と泉田重光を総大将に任命し、二人は軍勢を持って大崎領に侵攻します。この戦の鍵を握っていた人物が娘婿の正景に援軍のため兵を出し、伊達領と大崎領の中間に居城していた黒川春氏です。伊達方に味方するのを期待していましたが、春氏は伊達方を離反し、親族の大崎方に味方します。作戦の練り直しを迫られた伊達方でしたが、不和であった総大将二人は戦会議で慎重派の正景と敵陣突撃派の重光で意見が対立します。重光の案が決まり、中新田城を攻めることになりますが、二
冬の時期で厳寒の最中の進軍や無理な作戦であり失敗に終わります。死に水以下伊達軍主力は命からがら退陣し、近くで状況を伺っていた正影軍も大崎軍に包囲され、幕府の春氏に頼み込み、ようやく退却が叶います。政宗は援軍を送ろうとしましたが、仙道方面の情勢が厳しくなったため助けることができず、大将の泉田重光が人質にされ、正影は帰還する羽目に遭います。敗北を喫した正影は一度岐阜に戻り、敗戦処置を任され、その一環で国分氏の内乱に関して弟の国分森重と連絡を取り合っています。大崎合戦の敗戦後、伊達氏包囲の連合軍が結成されており、正影は阿波の白仙台地方の武士とともに仙道に進軍し、激戦に参陣しています。石川氏と和睦が成立した際に、弟の一人である石川昭光に対面しており、1589年正影は摂斎と号すようになり、大崎再生が計画され、正影は司令官として全権が委ねられますが、南王の戦況が緊迫してくるとすぐさま出陣し、すり上げ原の戦いの前には猪苗代湖に鉄砲隊を動員させています。しかし翌年、豊臣秀吉の奥州仕置きによって所領を没収されることになり、政宗より黒川郡大谷城を賜っています。1591年に岩井郡大梅城に移封し、翌年1592年朝鮮出兵に参陣し、帰国後に伊達姓と滝に雀の門、三引両門を賜り、価格一門に列せられます。後に西岩井郡清水村に移封となり、1600年には北の関ヶ原と言われる慶長出羽合戦において、最上義明から援軍を求められた政宗は伊達政影を名代に兵を派遣し、政影は功を残し、後に徳川家康は江戸に政影を召し出し、直接先行を称したと言われています。1604年一ノ関に移封となり、2万石を与えられ、政宗からの信頼を扱った政影は1607年に59歳で逝去されます。子孫は水沢に移封となり、仙台藩一門水沢伊達氏として続いていきます。現在岩手県一ノ関市にある大安寺跡に留守政影の墓所があります。岩手県奥州市にある大安寺は水沢伊達氏の菩提寺であり、政影の墓碑が建っています。ご視聴ありがとうございました。今後も伊達家を中心とした歴史を伝えていくため発信していきます。ぜひチャンネル登録、そして応援よろしくお願いいたします。ではまた。